さあ、何からチェックしようかな。突き。プラ7。おお、減った減った同期ってのはあって、2120。マジか。これや。俺が欲しかったんやで。先っちょ先っちょでも。先っちょでもこれもんよ。これも入るかな、一応。あ、でもいらん、いらんっすね。基本的にこれが入る。うわぁ、これだけの。うん。もう一個これか。ほんとだ、ここでキャンセルかかる。もうかかる。あ、これ繋がんないの。ぬうね。ここは伸びないね。ああ。そうね、多分。これが結構強い。これが結構強い。まず。5240。もう、基本コンボ。基本コンボで。ああ。これは結構ありがたいはず。いや、これは嬉しいぜ。そう。これよ。おお、跳ねた。これ58。うん。いやー、でもうちも起きがしづらいな。足だったら、うぬ、ん、跳ねたとこ。おお、跳ねたとこ。跳ねたとこか。跳ねたとこ。あー、ちょっと分かりづらいけどね。あとは19。うわ、張ってねえな。今日アシストで生産までね。そうね、そういう話ありましたけど、まあまあまあ、これですね。うん、5160。あら、いいダメージ。これ自体はあれ、いや、伸びてる可能性、いや、ないか。これね、チョップより短いんですよ。チョップ当たんじゃん。あ、伸びたかも。伸びたかもしんない。あ、あれ、前は、これより短いって話したんだ、俺最近。チョップより、こっちの方が短いって話したんだ。あ、これは伸びてるね。あれ、8011。11だったっけ ?11 じゃないよ。そうだね、12だったもんね。11だね。いや、これは、いや、これはね、1、早くなったっていうよりは、うん、差し返して、いいようになってますね。立ち回り使えたらな。これは結構いいダメージだと思うよ。うん。4400。うん。4100。合気にしてみたら半分。うん。これは、いや、これ差し返して使えたら、超おもろいなと思ってたのが、使える。あ、SH だとノーマルブラシ入る。マジ？え、そんな情報あったっけ？おお！マジ？ 19。これ弱心じゃないかな？これ、こうの、これは入んない？これ入んないか。あらー、マジか。接着できるね。ああ、まあ一応選択の余地はあるね。あ、これでもいいしね。あ、これでもた、あ、もう効率よくない？だ、あ、火力が下がっちゃうから。まあ生っすね。一旦生。ああ。一旦生っすね。これはね、やっぱね、節約ってすごい大事で、実践レベルだとね。例えばこういうドライブゲージ状況になった時に。ね。玉抜けしました。いや、モルチ決めたいんだな。あーっつって。で、生。めちゃくちゃ回復する。ほら、めっちゃ回復するから。めっちゃ回復する。これができたのは、チュンリーの SA2 とか、
やっぱ強いよねって話があったんだけど、そう、ドライブゲージって観点で言ったらこれはすごい優秀。ただ、置き攻めはそんな強くないから、ボルシナートって。な見た感じ変わってないですね、ボルシナートは。プライチューキーの有利。お、プライチ、ほんとだ。ほんとだ。これね、前5分だったんですよ。マイナスさん、おお反撃なくなっとるやんけ。これ激アツ。長さは変わって、ただこれね、持続がめっちゃ長い7で、この、うわ、これはやばい。これめっちゃ強いわ。これめっちゃ強い。これね、これ一番嬉しいかもしんない。これは一番嬉しいかもしんない。これちょっと解説していいですか？解説。まず、やっぱ中足が手芸なんで、結構。で、これは多分、好きなバージョンもそんなに変わんないと思う。やっぱり中足ラッシュっていうコードは、結構強いと思う。で、それに対して、膝を、まあ、打っていくっていうのあったんだけど、ガンされるとマイナス4で反撃受けます。マイナス4だと、ね、コパンだけで済むんじゃなくて、このゲームってコパンからフルコンまで入っちゃうね。だから、膝がちょっとマイナス4になっただけで、コパンからフルコンまで入って、もう一気に痛い目に遭うと。いうのがあったんだけど、今回それがなくなったので、これでどん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 触っていける。これだって SA さんも持ちながらこうやってね、寄ってったら、相当プレッシャーかかるわけよ。で、足払いすかしたときに、で、ヒットも変わったから、まあ、最低プラゴ。ここまでいける。うん。って感じで、相手の足払いに対してプレッシャーがかけれますと。で、打点の高い攻撃にはこの攻撃があるから。ね。なんで、地上戦。だから、前は上半身アーマー強いんだけど、やっぱし中足ラッシュに弱いよねってのがあった。でも、これで応戦するんだってことができるんだったら、これはもうめちゃくちゃ良くなる。うん。さらに、これ膝前はマイナス4だった。で、ラッシュから行きます。で、これが、前は5分だったの。5分って、この後小技打たれると、基本的に相打ち取られて終わっちゃうみたいな。あったんだけど、膝、ラッシュ膝。これで、めり込んでプライチ。こっからもうめちゃくちゃ。高速はか、あれ全体33。高速が減ったんじゃねえか、なんで軽い気がする。あ、高速14って書いてあるから、フレーム表。高速が減ってるね。なんかこれから。あ、これからこれも。あ、なんか軽い気がするぜ。やっていいと思う、結構。だから、相手の足払い透かせば OK だし、透かしてなくても、差し返されなく、なんかぼーっとしてたら、相手ぼーっとしてたらこれ入るの。うん。で、この、ストファイブにも同じような技あって、これめっちゃ強かったんですよ。シーズン1、シーズン2の時にめっちゃ強かったんですよ。さらに、私まだ語ります、これ。さらに。これやっぱジャンプのモーションがすごい近いから、ね。やっぱこう膝にプレッシャーがかかってる状態で前ジャンプすると、膝を警戒するもんだから、ジャンプの次のタクというか、似たような動きから強い行動が取れるわけ。つまり、膝から、膝差し替えさないと、つってこうやって通ったらもう飛びが通る。これはこれはガチで、対空しないとっつったらこうなる。これはめっちゃ強いっていうのは、この膝がこれは硬直がちょっと減っただけだ。硬直が1減った、ちょっと減っただけで、硬直が1ちょっと減っただけで、残機化けたね。これ